熊本地震から丸2年が経った平成30年4月18日、阿蘇市の観光の拠点、花遊びがグランドオープンを迎えました。この日行われた式典には、熊本県の小野泰輔副知事や阿蘇市の観光関係者らおよそ60人が参加。今年度から花遊びの指定管理者となった有限会社木の内農園の村上進代表取締役社長が、農業をテーマに地元の皆さんと協力して阿蘇の魅力を発信していきたいと挨拶。テープカットを行い、花遊びの新たな出発を祝いました。またグランドオープンを記念して、赤牛バーベキューの振る舞いや地元の幼稚園保育園の園児を招待してくまモンショーも行われ、たくさんの人が訪れていました。熊本地震後、花遊びでは売店などの一部の施設のみの営業となっていましたが、今回のグランドオープンで閉鎖していたレストランが復活。ドリンクバーやサラダバーがついたメニューに一新されました。赤牛や新鮮野菜など地元の食材をふんだんに使った料理が次々と運ばれ、久しぶりにレストランに賑わいが戻ってきました。他にも阿蘇のお土産品が揃う品揃え豊富な売店もあり、また敷地内の観光いちご園では腰の高さで立ったまま楽に収穫ができる高設栽培のいちご狩りも5月末まで楽しむことができます。こちらは食べ放題コースともぎ取りコースの2つがあり、フレッシュないちごを使ったソフトクリームも人気です。さらに今月末からはバラ祭りも開催され、愛情込めて育てられた世界のバラが多数咲き誇り、バラドームは優雅なバラの香りに包まれます。グランドオープンした花遊び、4月28日土曜日からはこちらのバラドームでバラ祭りも始まります。皆さんぜひ遊びに来てください。